はい、皆さんごきげんよう。しずえ村人使いのケプトです。今回はですね、しずえさんの解説動画特別編として、全キャラクターのしまえるもののデータを、整理してきました。はい、それで、データを見る前にですね、こちらをご覧ください。こちらはしまうの簡単な仕様と、あとはこれから見るデータのですね、細かいデータを取る際のルールがこちらになっております。はい、で動画には撃墜目安として、このぐらいのパーセントで当てれば相手を撃墜できるという、パーセントも出てきますので、しずえ使い、村人使いの人は、そこを見ておくと、対戦にもですね、役立てていただけるかなと思いますので、はい、ぜひご覧ください。それではどうぞ。